皆さん、こんにちは。鍼灸整体、鳴る治療院の院長、伊藤です。今回はですね、背骨を緩めて猫背を治す方法、これの応用編をお伝えします。特に、パソコン作業が長くって猫背になってしまったような方におすすめです。そうね。今回のストレッチは、二の腕のプルプルが気になっている人にはとってもいいの。パソコンをやってるとさ、肩が前に出て巻き込んじゃうし、腕も内側にねじって使うでしょ？そうするとね、そのねじれた隙間に脂肪がつきやすいの。そうなんですね。うちのクライアントさんにも、こう肩が前に巻き込んでしまって、ベッドで上向きに寝ていても肩がこう浮いちゃってるような人も結構いらっしゃるんですよね。そうすると、そうですね、大体こう腕も、ねじれが強くって、ちょっと二の腕気にされてる方っていうの結構いらっしゃいます。でしょ？今回の応用編は肩の巻き込みを取ってくれるの。そうするとね、呼吸が深くなるから疲れにくくなるし、代謝が上がるのよ。だから、ダイエットにもいいわよ。ただ、いきなりやると肩とか痛くしちゃうから、まずは基礎編で体を慣らしてからの方がいいわよ。そうですね。基礎編では背骨を緩めるコツについてお伝えしてあります。ですので、もし、基礎編を復習したいという方は、画面の下に説明のところにリンクを貼っておきましたので、そちらからご覧ください。さあ、じゃあ、今からスタッフにやってもらうわね。ねえ、準備はいいかしら？はい、大丈夫です。わかりやすくお願いね。はい、わかりました。今回は猫背を治す方法の、応用編なんですけれども、前回まではですね、背骨を伸ばすことをやってきたんですが、今回は肩の巻き込みを取っていきます。で、大体ですね、特にパソコンなんかをやってると、このような姿勢で肩が前に出てですね、背中が丸まって、しかも腕もねじれてしまうんですけれども、これをですね、今回のストレッチで、例えば一番硬くなりやすいここですね、大胸筋といって大きな筋肉、胸の筋肉と、あともうちょっとちっちゃい小胸筋というのがあります。これもパソコンで前になっていると硬くなって縮んじゃうんですよね。はい。それともう一つはですね、この脇の下にある、前胸筋というのがあるんですけども、こちらも肩が、パソコンの姿勢になっていると肩甲骨をぐっと前に引っ張ってしまうんですね。これで、余計に背中が丸まってしまいますので、この3つの筋肉をうまくストレッチで伸ばしてあげると、より猫背が改善しやすくなりますので、ぜひ頑張ってもらえたらと思います。まず簡単に前回の復習をしてあげてちょうだい。わかりました。はい。ですね、タオルを用意していただいて、で、このようにタオルを体の幅分ぐらいですね、に丸めていきます。くるくると丸めます。そうすると、このように筒状のものができます。で、これを、ベッドじゃダメですね、床とか畳とかちょっと硬めのところに置いて、その上に転がります。で、これをどの辺りの背中とかに当てるのかっていうのとか、あと力を抜くコツはですね、前回の動画とか、あと基礎編でお伝えしてありますので、そのリンクは画面の下の方にですね、リンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。で、背中の下にですね、このタオルを入れていただいて、で、基礎編とか前回まではここで終わりだったんですけども、今回は肩の巻き込み、あと二の腕をすっきりさせたいので、ここからですね、今度胸の前で手を合わせて組みます。で、この状態で腕を伸ばして、ゆっくりぐーっと頭の方に上げていきます。で、腕の重さですね、これを利用して、なるべく背中とか肩の力を抜いてください。そうすると、胸とか脇の下あたりの筋肉が伸びるのを感じると思います。で、最初はなかなか力抜けないと思いますので、息を吐くと同時になるべく力抜くっていうことを意識してみてください。で、最初のうちはこれでもきついと思うんですけども、だんだんこれに慣れてきたら、今度はですね、手の組み方を、逆にしていきます。手のひらが天井を向くような感じですね。で、この状態で同じようにぐーっと腕の重さで伸ばしていきます。
で、このように伸ばしていると、ここの腕のところですね、腕の脇の部分が伸びるのがより感じられると思うんですけども、これをすることで、パソコンとかでこうねじって使っていた部分がですね、ぐっと元に戻るような感じになります。そうすると、血液とかリンパの流れも良くなるので、気になっていたこの二の腕のタプタプですね、これがすっきりしてきます。ねえねえ、これはどのくらいの時間やればいいの？そうですね、だいたい基礎編を1分ぐらいした後でやりますので、うまく伸びれば、10秒から20秒で十分です。でただ、これはですね、基礎編よりも肩の負担が大きいので、あまり無理をしないで、やってみてください。以上になります。ありがとう。わかりやすかったわよ。じゃあね。どう？簡単でしょ？コツコツやれば背骨がスーッと伸びてくるから、これで猫背がバッチリ治るわ。頑張ってみてね。そうですよね、タオルだけあればどこでもできますし、時間もそんなにかからないので手軽にできそうですよね。ぜひ皆さん頑張ってもらえたらと思います。あとはお知らせなんですけれども、今ですね、無料のプレゼントとして体質別のダイエットブックというのをお配りしています。で、ご希望の方は今ちょうどですね、ここら辺に出てくるリンクか、番組の最後にリンクを貼っておきますので、そちらからお受け取りください。これとっても役に立つからおすすめよ。そうなんですよね、例えば体質別で言うと、疲れやすいような方がちょっと食事を抜くようなダイエットをすると、逆にこう水太りになっちゃったりすることもあるんですよね。ですから、あなたにとって一番どんなダイエット方法が合っているのか、それが分かるような内容になっていますので、次のプレゼントに移る前にぜひお受け取りください。みんな質問や相談があったらメルマガの返信で送ってきてね。待ってるわよ。はい、皆さんからの質問お待ちしてます。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。